ザ。ここはもうすぐ見える場所なんだけど、まあ中は無理そうかな、これ中は無理そうだね。あ、行けそう。あ、なんこっちにもなん洞窟っぽいある。こっちも気になるけど、こっちも気になる。これよいしょ、こっち、これ気になった。先にこれ気になる。クマいないよね。おーいおーい、クマいないよね。クマいないよね。行き止まり、行き止まりだった。こっちは、こっちは、あー、これも行き止まりだ。なんだ、行き止まりだった。じゃあ本題に。わー、だいぶ柱が、鉄筋がむき出しになってきてる。眠いな。よし、はい、これまたちょっと違うんだね。これ補強でちょっと吹き付けっぽくなってるね。コマは短いんだけど、まあ下は舗装はされてるね。まだアスファルトのまま。これは何の木だろう。これは何の木だ。ああ、これか。いや、こっちもこれ一回壊れて、また新たにこれ作ったっぽいね。なんかそれっぽいね。枯れ葉がすごいな。こっちはもうこんな感じだね。で、さっきのあの橋の続きがこう見えるね。まあ、ここはね、国道からいつも見えてた場所だから、まあここも気になってた場所なんだけどね。まあでもそんなに、つい最近までなんか疲れてましたよ的な。まあでも年数は経ってるんだろうね。
反対側ですね。これが反対側。また白線が残ってるね。これはまあ電車ですね。近いんだけどね、トンネル自体は。はい、戻ります。ほんとこの出っ張った岩だけをぶち破るトンネルって感じだね。見るとこれがちょうど真ん中、もうこんだけみたいな、まあ、こんだけって言ってもね、20メーター30メーターぐらいなんだけどね。座って立ってるだろうね。ここまで鉄筋がもうむき出しになってるっていうのは、まあいずれはこれももうダメになるのかな。あ、ここも短いですね。20メーター、30メーターぐらいだね、ここも。これはほら、これなんてもう下げてく、やばい、そうやばい、ブチュッといかないうちにこの辺で終わります。ではまた。